はい、どうも皆さん、ケジオです。戦国恋姫オンライン応援紳士やっていきます。ということでね、いやー、いろいろ来ましたね。まあまずはやっぱね、この1周年を祝してっていう感じの画面ね、ほんで、いやマジ誰にしようか悩んだよな、ここやけど、まあ原点に帰ってね、普通のひかりちゃんということで、やっていくんですが、お知らせがめちゃくちゃ多いのよ。まあ、まず、メンテナンスのお知らせ、1周年記念キャンペーンの開催で、新章ですね。これもまあ多分だからそのうち、やっていくと思うんで、まあちょっとあの実況の方ね、お楽しみにということで、で今回はこっちですね、イベント応援1年期新嫁でんかな、新嫁歓迎の宴、新しいイベント来ました。でイベント前半ガチャの開始、新規武将の追加、第7回連合戦の、まあ配布で脱退除名期間の終了ということで、いやーなんかね、なんていうやろ、言いたいこともまあまああるんやけど、まあまずは何があったかっていうのね、1周年無料10連ガチャ、今ちょっと10連ガチャ引けますね、無料で、っていうのがあります。でログインボーナスで優勝限定、1000個遺伝かな、くじガチャ、これなんかちょっとチラッと見たけど結構すごかったな、1人3回限定でできて、で多分1人3個までかなんかくじがもらえるんやけど、なんか1等取ったら無償石やけど6万個石もらえるみたいな。まあでも外れなしで参加賞でもあの無償石やけど3000個もらえるんで、まあまあ悪くないんちゃうかなって感じ。で1周年福袋の販売などが開始と、小判で交換できる武将追加されてんねや。ちょっとさっき見てきていい？俺忘れるで。絶対忘れるから。連合戦、あ、何やったっけ、国取り戦か。うわー、イザヨニちゃん。あー、すげえ動いてる。いいな、家督継承、どういうこと。なんて書いてあるのこれ。なんかダチョウ倶楽部みたいなことしようとしてる。なんかわからん。これあれか、家族相続やからなんか際どい服装になってるけど、サクヤさんを継いでなんかって感じこれ。いや、いいな、これ絶対強いやろ。ちょ、見てこう。申し訳ないな。はい、呪い、火ダメージ上昇、で攻撃妨害耐性40ターン、はあ、で追撃、攻撃かける100%の追加ダメージ、呪いカウンター、まあ基本的に相手を呪いに刺すってことか、で範囲も広いっていう感じか。なるほどね、これ範囲増えやんのか。オッケー。なんかええー、なこれ欲しいな。なんか目が動いてんのかわいいな。あんな感じの子今までおらんかったから、てかもうあれは俺国取り戦めちゃくちゃサボってるわ、そういや。ひかりちゃんとってもうかなり満足しちゃったんでずっとサボってますね。で、国取り戦開始しました。でアンケートが来てますと、これはまあ普通にアンケート協力してくださいねっていう感じかな。なんか協力したらもらえたりするんかな。すぐそういうこと考えちゃうんやけど。で、ピックアップガチャのあれ説明ですね。経営が1周年でええのかな。で、前半は星極音ちゃんと星音ややちゃんで、で、配布が、ササラさんで、後半がね、泉ちゃんなんすよ。で、ちょっとできれば僕後半引きたいんですよ。で前半ちょっとどうしようかなって思ってて、
いや最初のも最当初の目的には引くつもりなかったんやけど、ちょっと無償意思いっぱいもらったんで、まあ、せっかくやしね、まあ、10連は引くわ、うん、って感じかな。やっぱり泉ちゃんは絶対欲しいんで、うん、まあ、推しキャラと言っても過言ではないから、うん、でもそこを集中していきたい、うん。で、まあ、とりあえず説明読んでいきましょう。相手のステータス現象を無効化し、さらに防御性能を下げて追撃ダメージを与える攻撃タイプの武将です。新スキルステータス現象耐性解除は、永遠を除くステータス現象耐性を解除するスキル。へー、はい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 。だからさっきのイザヨイちゃんとかについてた40ターンみたいなのも消えるんや、永続じゃないから。うん、ステータス現象耐性解除後は防御現象と非ダメージ上昇で防御性能を下げつつ追撃で、追加ダメージを与えます。かわいい。え、これちょっと概念ない、そういうこれは入ってねえ、うん、あでもかわいいな、なんか赤メッシュも入って、あーいいですね、うん、なんかすごい花火も上がっててね。いやこれはでも、うん、ちょっとね、うん、まあいいでしょう。強化解除、強化封印、防御減少、非ダメージ上昇、追撃で覚醒させるとステータス減少耐性解除と、うん、いうことで、何だっけ、あ、攻撃タイプか、うん、今回は攻撃タイプがメインなんかな。ってことは泉ちゃんも攻撃タイプで、普段の泉ちゃんとタイプは同じなんかなるほどな。でも普段の泉ちゃんが確かカウンター系の攻撃タイプやったっけ、泉ちゃんって。うん、なんでまあどういう感じで変わってくんのかっていうのもちょっと楽しみやな。うん、にしても、うんはい、次ややちゃん支援タイプですね。味方に対し攻撃を上昇させつつ回復させる支援タイプの武将です。バリアと継続回復、さらに回復で味方の生存能力を高めるので味方は長く戦うことができます。攻撃上昇付与と攻撃防御解除により相手の防御を無効化し、より高い攻撃力で相手を攻撃できます。うわーすーごい格好ね。でさっきの説明読んだ感じマジ上げ見沢と、まあなんか癖なくて使いやすそうな回復タイプ支援タイプって感じするな。攻撃上昇付与、バリア付与、継続回復と回復で攻撃妨害解除、うん、すごい癖がなくて使いやすそうっていう、うん、感想かな。あでもいいんちゃうかな結構、うん、まあ使いやすそうっていう、うん、感想やな。はい、で、優勝こ戦うん何だっけ、先行いガチャでんかな。うん、でまあさっきちょっと言ったんやけど、あこれちょっとちゃんと読んでてくださいね。ちょっと赤字にもこうやってしてくれてあるんで、終了日時が3月18日のメンテナンス後から28日の23時53分まで、ほら終了日時に、ご注意くださいということで、このガッチャは、うん、結構終わんの普通ね、それ終わんの早いんけ、ちょっと待って、うん、こっちのあのピックアップガチャは3月30日までやってるけど、このねくじガチャはあの結果発表が30日なんで、多分それに伴ってちょっと早いみたいな感じになってんのかな。まあなんで引く人は注意してくださいということで、10連ガチャ1回におまけ付きで、先行育児1周年1枚を獲得、ガチャ終了後に抽選で豪華なおまけが当たります。さらに排出部署は、イベント復刻イベント限定復刻ガチャに登場した武将を含むラインナップ、あコラボ武将はこうやんのか、まあ、だから恋姫無双の武将はこんけど、それ以外のイベントのね、あのガチャの子は出ますよっていう感じか、うんうんうん。で、優勝限定ガチャ3000個、10連のみ1人3回ということなんで、まあ、3回引けるんですね、はい。でこれ当たったら1等10本しかないけど、当たったらあの無償紙6万個でも2等2万、いやでも3等でも嬉しいよな、120本で無償紙1万もらえるからね。あでも外れても
まあ、有償と無償の石の違いはあるけど3000個、うん、まあ、帰ってくるっていうか、まあね、まあ、一応もらえますよっていう感じ。あーでもこれちょっと引きてえな。やっぱちょっと運試しには定評があるので、うん、じゃあこれやるしかねえな。うん、でイベントですね。はい、開催いたします。18日から30日まで、うん、で23日の12時から後半ですね、来ますと。あらすじ、鬼から嫁へ新たに奥に加わった3人、失った時は戻せないけど未来は明るいと信じて、さああの日できなかったパーティーの続きを始めよう。この文いいな。いやだってあれやろ、あの鬼から嫁へって言ってるから、あの新規の3人が、あのややちゃんとささらさんがなんか封印されてて、泉ちゃんがずっと眠りについてる状態やったよな。うん、前の30章終わった段階で、それの後ってことでいいよなこれ。うん、でややちゃんもね、あのパーティーしたかったなって言ってたんやけど、そのパーティーの続きをしますと。いやいいですね。うん、でイベントはささらさんもらえますと。うん、オッケーオッケー。ほんでこれですよ。はい、新章ね、戦後浦島編でええんかな。一応読み方わからんけど、解放しました。31章32章が増えました。あらすじが、剣介隊の新たな船で行き着く先は極楽か天国か。でこれ今ちょっとあのオープニングムービーがあの1周年仕様に変わってるんですけど、その1周年仕様のやつが終わってからちょっとムービー入るんやけど、この新しいあの31章32章のなんかね、なんて言うやろう、ちょっと海外っぽいというか、なんか背景が出てきてて、で新しいなんか宣教師、なんかエイリカちゃんみたいなキャラもおって、なんかポルトゥースカレーに行くんかみたいな。うん、なんかハウステンボスみたいな背景出てきてたんで、もしかして外国行くんちゃうみたいな。うん、なんかちょっと面白そうやったんで、これちょっと期待したいですね。うん、まあやると思うんで後々。で1周年記念キャンペーンで、これさっき言いましたね、無料10連ガチャ引けますと。ああ、イベント復刻ガチャに登場した武将も出てくるんや。うん、あんでガチャは12回最大120連で、リセットは朝5時なんで、まあ注意してください。引いた回数が12回未満であっても開催終了期間終了以降は引くことができません。なんでまあ毎日ログインして毎日引きましょう。でログインボーナスで石がいっぱいもらえます。スタミナもね。はい、でさっき説明したガチャで福袋もありますと。あとね、そう、何やったっけ、あの、あ、これあの今更なんやけど、あのカザーちゃんが人気投票ね、2代目のあの応援女王を取ったやつが、来ましたねっていう。もう説明せんくていいかな。うん、ただ僕が気になるのはカザーちゃんも絶対に履いてないと。ここの世界にはパンツという概念はないのか、履き物。うん、でこのカザーちゃんは今多分通常でも出るはず。うん、本ガチャで登場した2代目女王カズハは、後日恋姫ガチャへ追加予定ですってことなんで、あの1代目のクオンちゃんも普通に出るんで、もうおるんちゃうかな。ちょっと見てみるけど、あ、おるおるおるな。うん、なんでまあ多分これチケットガチャとかいっぱい持ってる人おったらそれでも出るんちゃうかな、持ってない人いたら。ということで、もうかなり長いこと喋っちゃったんやけど。で、あとそう、人気投票よ。今ね、今日、もうこれ撮ってる時点では多分投票終わってるんやけど、中間発表でね、ミクちゃんが1位で、で、2位が、しのちゃんかな。で、この2人が結構競ってるんよな。うん。で、どっちがいったかなって感じ。ちなみにひかりちゃんは5位とか、結構ね、前線してた、今回。うん。だからワンチャンちょっと、なんか奇跡起きやんかなって思ってんやけど。いやー、ひかりちゃんが女王になる日は、一体いつになるのか。うん。いやー、
僕はちょっとひかりちゃんが女王になったらまた多分やる気が出ると思うんでまあそれまではのんびりですね、やっていきますということで、長々お待たせしましたということで、応援1年期新嫁歓迎の宴ですね。いやちょっと泉ちゃんを見たいんよ俺は僕は推しキャラのことを言わせてもらうと、まあ皆さんご存知の通り、ひかりちゃんとわんこちゃんがまあちょっと甲をつけがたいぐらい2人が好きなんですけど、結構ねその2人に食い込んでくるぐらい泉ちゃんが好きなんですよ僕はなんでちょっとねすごい楽しみです。うん、なんでいや見たい、新衣装の泉ちゃんが早く見たい、行きましょういやーでも楽しみやね、ほんと。なんかEX の子もそのうち実装されそうなんで。お遅いですわね。ボイスがフルボイスやありがてえ。変わったことがあったという連絡はありませんからありがてえ。大丈夫ですよ梅さん。ありがとう運営さん、俺の願いが通じたんかな。いややっぱ1年やからっていうその豪華さなんかなこれは。いやできればこれからずっとフルボイスがいいんやけど、いやこれマジでありがてえわ。あら、どうかなさいましたのエリカさん。今回で一番嬉しいかもしれやん俺これ。いえ、日記に使っていた帳面が終わってしまって。やっぱね僕が読むとなんか誰が誰かわからんくなるし、やっぱ可愛い声でこうやって言ってくれた方がいいんで、いやーありがてえ、本当にありがとう。日記ですか。はい、日の元で知ったことや日々の備忘録も兼ねたものですが、南蛮人のエリカさんが何を思ったかの記録、少し気になりますわね。うん大したことは書いていませんよ。でもそれ一冊じゃないんですよね。その帳面はいつ頃から使い始めたんです。最初のページの日付は今から1年前ですね。ああ、このアプリがリリースされたぐらいってこと。まあ、まだ厳密には1周年じゃないんよな。うん、1年前というと何がありましたかしら。3月の23日やったっけ 1周年って。うん、ケンスケ様といると毎日いろいろありすぎて、正直時間の感覚が怪しいですね。いやでも1年経つの早いよなマジで。もうこのゲームリリースされて1年経つんか。でもただいま噂をすれば、まあさすがにケンスケ君にお帰りなさいまし、うん、ハニー皆さん声はない。皆さん、あの3人か。ああ、堺のケンスケ隊大社で俺たちを迎えてくれたのはいつものケンスケ隊の面々、梅と雫、そしてエーリカの3人だったけど、今日の3人の目当ては多分俺じゃない。ややさん、うわー、ササラさんも嬉しい、泉さんもお帰りなさいませ。まあ、特にケンスケ隊の面々からしたらやっぱややちゃんやろうな。あ、ただいま、しずく、みんな。うわー、泉ちゃん久しぶりほんまに。だってさ、大阪のらへん一回も出てきてへんよな。めっちゃ久しぶりよな多分。うわ嬉しい。いやーでも新キャラのこの3人がこうやって揃う日、いや望んでたからね。いや嬉しいわ。うん、そう、俺たちと鬼として戦い、その末に有岡と小谷に封印されていた3人だ。あ、そっか、泉ちゃんも一応封印はされてたんか。というわけで長伏の経過観察を健介隊で引き受けることになったから、梅たちもよろしくな。あ、まあ、うん、まあ長伏はしたと。うん、お任せくださいまし。他の皆様は、しのさんやひよさんたちはいつもの巡回に、誠様たちは夕刻には堺に到着する予定だと先触れがありましたわ。誠様もいらっしゃるのですね。わ、もう泉ちゃんの声
泉ちゃんの声ちょっと忘れてたわ。久しぶりやもん、ほんまに。あの、しずく。ほら、ややさんも遠慮しないで。いつもみたいに上がってくださいよ。いや、でもさすがのややちゃんも気にするよな、やっぱ。うん、あんなことあったから。うん、そうだね。うん、さすがにな、やっぱ。ああ、まあまあ。いや、でもよかったよかった、本当に。この3人のこと、本当気になってたから。でもなんか、こうやってあれやな、本編と結構、濃密につながってるような感じよな。そういうイベント初めてちゃう。うん、結構大事よな、このイベント。兄様、遅くなって申し訳ありません。まこちゃん。まことたち、アザリ夫婦が堺の大社に姿を見せたのは、お昼ご飯を終えてすぐのことだった。遅くって、こっちに着くのは夕方って聞いてたけど、ダッシュで来たんかな。だから言ったでしょ、まこちゃん。そんなに慌てなくても大丈夫だって。まこと様、おいち様、お久しぶりです。でもそういえばさ、ちいこちゃん、ちいこちゃん、もう新キャラなんやけど、まだちいこちゃんだけちゃう。あの3人がイベントできたから。いや、ちいこちゃんもだから多分そのうちイベントキャラとして来るんやろうな。うん、って感じするよな。やっぱあの3人とは違うからな。あの3人はその鬼になって調伏されてっていうその経過があるからあれやけど、まあ、ちいこちゃんは多分次ひよこちゃんとかそのケンスケ隊の子たちと一緒に出てくんのかな、イベントで。ひよもちいも久しぶり、うん、元気してた。そんな感じになりそうよな。はい、泉さんたちももうお着きですよ。一人だけやっぱ新キャラで、うん、違うもんな。鬼になってないケンスケ隊のメンバーって感じで。よかった。泉姉様はどちらに？もうそろそろ出ていらっしゃると思うんですが。篠殿。おっと、さすがにこの格好は。俺はその格好を見に来たからな、今日は。よく似合っておいでですよ。さ、梅さん、お任せくださいまし。そんなやりとりの後で隣の部屋から姿を見せたのは、うわぁ、泉さんかわいい。うーわー、まあこれ絶対引こ。好き、もう好きなんやけど普通に。うわ、ほん、いや、ていうかさ、恥ずかしがらずにって言うけど、こんなん恥ずかしいよな、どう考えても。あ、よく似合っておいでですよって、うん、やばいんやけど。いや、いやこれは絶対引くわ。めっちゃええやん。この白と水色っていうこの2つの色もね、良さげ。いや、これは可愛い。え、ちょっともう一回見して。いや、確かになんか3人ともポサ出てるわ。うん、よくよく見たらね、そのややちゃんもなんかぽいし、で、ササラさんもぽいし、いや、泉ちゃん、ほんといい。普段の服、これでもええもん。ね。南蛮風のドレスに身を包んだ3人に、おいっちゃんをはじめとする、その場にいたみんなも、口々に歓声を上げてみせる。3人とも、よく似合ってるじゃない。そうでしょうか。いや、泉ちゃん、最高やで、マジ。うん。可愛いのは可愛いんだけど、うん、いや、なんかうちの感じと違くね。いや、解釈一致にも程があるけどな。いや、感じやけどな。うん、そんなことはありませんよ、うん、よく似合ってます。いや、よう似合とるよ。ササラ様はいかがですの。いや、ササラさんもなんかね、とこの。なんかとこの人のドレスみたいなね。私もこの手の服を飽きなうならともかく、いざ自分で着るとなると。いや、すごいいいけどな。ご命令ということでしたから来ましたが、そもそもなぜ我々にこのような格好を。新手の拘束具ですか。こんな拘束具あってたまるか。いや、でも泉ちゃんやっぱマジでいいな。
拘束具という考えはありませんでしたね。さすがにそこまで言うとは思わんかったもんな。確かに泉たちの表情を見てると動きにくそうにしてる感じはあるけど、もちろんドレスの目的は拘束のためじゃない。皆さん、特にややさんとササラ殿は堺の方々に顔を知られていらっしゃいますから、普段と違う格好をしていれば。え、変装ってことこれ。なるほど、顔より先に衣装に目が行く。どうなんあの人ら、あの人ら格好やばないみたいな。やばいけど、うん、どこまでごまかせるかはわからないけど、やらないよりはいいと思うよ。いや、どうなんやろ、それ目的からってしたらどうなんやろまあそういうことならしゃないか。ご命令とあらば従うのみです命令ってずっと言ってるけどそこまで堅苦しく考えることもないと思うけどな。うん、の割にはしっかりポーズ決めてるからな、泉ちゃん流し目でちゃんと。とはいえ泉の表情が硬いのも仕方ないか。ほんとここまでいろいろあったもんな。そう、泉ちゃんやったっけ前も言ってたっけ、泉ちゃんじゃなくて泉ちゃんやったっけ。で、そういう泉ちゃんはね、一回元に戻ったけどもう一回なったよな、鬼に確か。うん、なんか前例がなくて、その一回重複したけどもう一回鬼になるっていうのは、まあそやな、まあいろいろっていうか、まあ本当はあったからな。うん、あれから大変やったもんな。健介様、うん、皆さんの準備が終わったならとりあえずそうだな、クオンが来るのは明日って言ってたし、まずは移動しようか。ん、次はどこに行くん。あ、よう見たらクラッカー持ってんねやうん、せやな。てかクオンちゃんも衣装違いあるから。ここは何、おっさんのいおり。ああササラたちを含む主要メンツで訪れたのは堺の町外れにあるササラのいおりだった。あそこね。泉は健介隊の大社に住んでもらうけど、ササラとややはこっちの方が落ち着くだろう。ああ、そういうこと。よろしいのですか、かつて鬼だった私たちにこのような恩情をいただいて。いくら健介隊預かりと言っても、あまり健介様に近すぎるのも問題という意見もありますので。ああ。もちろん監視はつけさせていただきますが。はいはいはい。なるほど、そういうことでしたら。じゃあとりあえずお掃除ですね。掃除はいいけど、もしかしてうちらこの格好で掃除すんの。それを着ていれば妙な動きもしないでしょ。あながち拘束具って間違ってないやん着てなくてもしないってば。いやいや、それが本当かは行いで見せるべきでしょうね。まあそりゃそっか、だったら服を汚さないように頑張んべー。うん、人が住まないと埃ってすぐ溜まっちゃいますね。そうそう、この背景ね。うん、ちいちゃん、すす払いじゃないけどこうなったら徹底的にやっちゃおう。はーい。ササラ、こっちの様子はどう。離れの茶室に顔を出すと、そこで畑をかけていたのは木下姉妹とササラだった。ひよこ様とちいこ様によくしていただいていますよ。はわわ、ちいこ様だなんて。しばらく苦労をかけるかもしれないけど我慢してな。いえ、この時点で信じられないほどのご恩情ですから、どうかお気遣いなく。ササラが封印されてる間、彼女が鬼だったって噂は機内一帯に知られていて、エゴー州はもちろん、ササラの実家のトトヤも彼女の縁を切ったも同然と聞いた。いやー、まあでもし
方ないって言うとあれやけど、まあでもしょうがないよな。うん、鬼、ね、それはもう今のやっぱそのこの何ケンスケ君たちの情勢っていうかが、まあ、やっぱ鬼がもう脅威やから、もう一回鬼になっちゃったってなったら、それはもう、そうなっちゃうのもちょっとしょうがないというかね。けどおそらくそれを知っていてなお、ササラは表情一つ変えないまま、まあササラさんもやっぱその商人の中やったらもうズバ抜けてたっていうか、もうササラさんの声一つで物価が変わるみたいななってたんやけど、前はもう今は多分無理やろうな、そうもならんと思うから、これからどうなるんかな、ササラさん。ちょっとむしろこれからの暮らしこそが鬼だった頃の私が求めていたものなのかもしれません。誰もいない公園立つってあれ、石ころと金の区別もつかぬ、あ夢ともうつつとも言えない世俗を捨て、ただ心静かに眼前の茶碗に向き合う、もう本当に静かに暮らしたいみたいなね。なんか言ってたよな、そんな私の一声で石ころが金に変わるみたいなね、そんな世の中うんぬんかんぬんみたいな、世知辛い社会の方が勝手に離れてくれたと思えばそうなのかもな。とはいえ本当に何もかもを手放したわけではありませんが、穏やかに微笑むササラの瞳に映るのは、茶室の掃除をするヒヨたちとその向こうで庭を片付けてる。まあこういうのもいいよねっていう。ややこっちの様子は、ケンスケ茶室から少し離れた庭の草むしりをしていたややは、声をかけた俺を見て顔を真っ赤にしてみせた。お、意識しちゃってる、もしかして。ん？どうしたの？なんでもないし。なんかケンスケ君はいいやつやけど、そういう目では見れやんみたいな言ってたよな。でもなんか重複したら変わるんかなみたいなもう言ってたし、で実際これ重複した後やから。ハニー、うん、ちょうどハニーのお話をしていたところでしたのよ。俺の話ってまたスケベとかそういう？いえ、重複の時の。やっぱそうなんやな。しずく、その話は禁止、ケースキリ言っちゃダメ。もう言ってるしな。はいはい、よかった。全然良くないし、マジないし。いやそうじゃなくってさ、ややが鬼の本性を表して有岡にこもった時、人質になってたのは雫だったんだよな。いやでもあれもさ、なんて言うんやろ、まあややちゃんも鬼やったし、まあある、まあそういうのもあるんやけど、そのやっぱね、なんか鬼の部下たちっていうか、あの鬼たちにしずくちゃんが襲われそうになったら助けてたっていうのもあったから、やっぱダチを助けるのは当然っしょみたいな言って、まああれはちょっと嬉しかったとこもあったよな、鬼化してたけど。でも今はそんなこと なんてなかったみたいに、2人は楽しそうに話してる。私のダチに手を出すんじゃねえみたいなね。有岡で雫が無事だったのはややのおかげなんだよな。そう、本当にそうやから、なんか牢屋に閉じ込めてたんも、なんかその鬼たちに手を出されやんようにちょっと話してくれてたみたいな感じやったしな。その二人がまたこうやって会えたのがな。それはまあな、雫には謝っても謝りきれないっつうか、頭でも丸めるしかなくねっつうか。坊主、丸められても困りますけど。じゃあどうすればいい、うち。別に今のままでいいんじゃない。しばらくはササラの世話もしてもらうことになるだろうし、そのあたりを手伝ってもらえるとありがたいよ。そんなの前からやってたから罪滅ぼしって言われても。
ほら、ややさ、あまり騒ぐと、お衣装の裾がすごいことになってしまいますわよ。どんなことに？そういや、ケンスケ、さっきおしさんと一緒にいたっしょ？何の話してたん？大した話じゃないよ。これからの生活大変だね、みたいな。実況に比べたら緩いもんじゃね？そうですわね。ササラ様もこのお屋敷の中なら動けると聞いていますし。失居って確か一室にこもったまま出入り禁止になるやつだよな。家庭内で監禁されるみたいな。まあだいぶ自由はない。もう本当にその部屋から出れませんみたいな。まあおしさんなら大安にこもってもなんとかしそうだけどな。さすがに二条スミロの一部屋で出入り禁止はきついだろう。本格的な実況ともなればハニーや他の皆さんと会うこともできませんしね。実況じゃなくて、実況ね。そっか、そりゃきついかも。うちも有岡のみんなとも会えなかったら辛いしな。そういえばさ、ややちゃんのさ、お家流どうなったんやろ。あの確か鬼になってね、使おうとしたら暴発するようになってたんやけど、あれマジパネー劇って。今も重複した後で助けてくれるんかな、あの仲間たち。それはどうなんやろ。いや分かってるから、さすがに今はうちも合わす顔がないわ。うん、まあでもどうなんやろうな。有岡はもうちょっと落ち着いてからかな。長伏は別の場所ところでやったから、意識が戻った後のややは今の有岡城を見てないんだよな。有岡は無理ですが、他に見に行けるところはありますよ。今なんか復興かなんかしてんやったっけ。おバグった音なくなったで終わりか。てかクオンちゃん出てけえへんのかそっかそっか。わあ、でもいやでもまあよかったっちゃよかったな。あの3人がまあ無事とまではいかんけど、まあちゃんとなんやろ、重複できてね。俺このクオンちゃんのさちょっと言い方悪いけどアホ面っていうの、なんかひな鳥みたいな顔結構好きなんよな。で覚醒させたら、まあさっきのちょっと際どいやつね。はい。てかやっぱクオンちゃんって髪めっちゃ長いよな地面つくぐらいまで伸びてんもんな。すごいよなこれ。まあ一応軽く見ていくか。強化解除即時、12ターン強化解除、範囲されますと。防御減少12ターン、相手の防御マイナス 20%、防御減少、被ダメージ減少、被ダメージが上昇10ターン 15%。 ちょっと待って、あ、これ強化封印やね。あ、強化封印です。はい。追撃即時攻撃力 ×125% の追加ダメージ。でこれが、ステータス減少耐性を解除する即時と。ふんふんふん。ほんで、ややちゃんこれやな。ちょっとロード長いな。長いはい。で覚醒させたらこれも長いなあ、こう。いやでもだいぶややちゃんっぽいと思うけどな。自分ではなんかあんま合ってなくねみたいなの言ってたけども、かなり似合ってると思うけどなほんでマックスまで上げると、攻撃上昇付与12ターン、味方の攻撃力を支援力 ×15% 上げます。バリア付与16ターン、支援力 ×10% の被ダメージ軽減で、継続回復5ターン、
ターンごとに味方の最大 HP×5% 回復と即時回復を、最大 HP×5% します。で攻撃妨害解除即時ですね。なるほど。あ、ちょっと待って、あとササラさんか。ササラさんも一応見に行こうか。まだ見てないはずやからいや時間帯かな、すごい重いんよなここか。ほいほい、防御タイプやね。うん、あーなんか拍手してんのかなこれでまず、マックスにして、はい、攻撃現象12ターン、相手の攻撃力 20% マイナス、強化封印12ターン、バリア14ターン、ヒダメージマイナス 25% で挑発。あー挑発ついてる盾タイプか。で相手の攻撃下げるっていう。あーなるほど。で覚醒させたら、あ開眼した目開けるタイプね。あーでもいいな、やっぱね、ちょっとあんまええわそういう、うん、あれなんかな、もうそういうことにしとこう。はい、まあとりあえず10連は引きます。はい、じゃさっきこっち引いていいですか、この無料の方で。確か今までの、そう、あの限定の子も出るから、いやちょっと持ってない子出てくれたら嬉しいなこれ。うんうんうん、まあ、とりあえずプチューンしてくれたらもういいっすね。ということでいきましょうまあまずはちょっとこっちでね、景気よく無料で引いときたいな。だいぶ読み込み長いな。お、来た。いやでもな、ロード長いと期待しちゃうよな。うん、まだ持ってない子が来とるからロード長いみたいなさあー天気いや、まあでも晴れててもさあ夫殿、出るから。私だけを見てしっかり小舟に乗って、さあ夫殿、子供扱いされるの。小舟に乗って、これからは小舟に乗ってき来るなって言ったって。うささんめっちゃ出た気するな3人出たもんな。これさ、星4の子も出んの？あの限定の。見てないけど。あ、出るわ。あー、出るんや。星4でもね、一応持ってない子いるんで。あー、出てくれたら嬉しいな、その辺も。なるほど、なるほど。よし。本番はこっからですよ。いやー、マジで頼む。え、ややちゃんはとりあえず出そう。うん。で、クオンちゃんも出てくれたら嬉しい。さあどうや。一応クオンちゃんはね、今んとこ全部持ってるんで衣装違い、うん、あの正月の時も確か出したから。であの女王のやつも一応も持ってるんで。あーちょっと、クオンちゃんハンターとしては出しときたい。お腹が空いたらお任せください、お任せください。シノと共にトトが何でも、ウェーイ、マチリボットパーティーだウェーイ私だけを見てくる、とりあえずオッケー。トトが何でも、さあ夫殿、もう一回来るか。ケンスケ様のためなら、うん、いやでもなんかな、これ流れ的に俺来そうだ気する。まあせやな、やっぱ1周年で石いっぱいもらったし、もう一回引きましょうか。うん、いや泉ちゃんが来るまでに石貯めときゃいいから。んー、いや大丈夫大丈夫よ、1周年ないから来るよ。ほい、これからはつ、ほい、トトがなんで、はい、これからはつ、お、ウェーイ、はい、これからはつ小舟に乗ってきて、しっかりとしっかりと見、さあ夫殿、あーラスト、どう、あーまあしゃあないまあでもややちゃん来たからね、いいでしょう。はい、ということで
今回結構長かったな。最初に十何分喋ったんでだいぶ長かったんですけど、今回ここまでということって、そうね、次回は後半の時ですね、やっていくのって、まあ、その時はちょっとガチで泉ちゃん狙いに行きたいな。うん、はい、ということで今回はここまでとなります。ありがとうございました。またお願いします。